芸能界は定年がなく、生涯現役で仕事ができるというものがありますが、現在はこの風潮も変わってきたようです。今回は人気俳優として活躍中に休業を発表した坂口憲二さんの現在について紹介したいと思います。坂口憲二さんは元俳優であるのはほとんどの方がご存知かと思いますが、2018年3月末で無期限休止を発表されました。休業することになった発表当時の坂口憲二さんは42歳だったので、残りの人生を悠々自適というにはまだまだ早すぎる年齢です。当然ですが、これ以降は芸能界以外での仕事を行っていくことになります。芸能活動を無期限に休止している最中もコーヒーブランドを立ち上げて、実業家に転身するといった才覚を見せています。このまま緩やかに芸能界から身を引いていくのかな、と思っていましたが、2023年になって芸能界に舞い戻ってくる可能性が現実味を帯びてきました。サントリー生ビールの新 CM に出演したり、木村拓哉さん主演の教場に出演したり、表舞台に顔を出しています。これからどんどんテレビに出演する坂口憲二さんが見られるかもしれないので、期待して待ちたいと思います。坂口憲二さんは2018年3月末に芸能界の無期限休止を宣言されて、5月に所属していた事務所も退所されています。現在は完全に芸能界を離れているのですが、現状についてはメディア取材を受けられていますので、他の芸能界を去られた方たちと異なり、現在の仕事や姿をオープンにされています。芸能界休業後はコーヒー焙煎師に転職し、オリジナルブランドのザライジングサンコーヒーを立ち上げます。そして2018年夏頃に九十九里で焙煎所を開設されました。コーヒー焙煎師とはその名の通り、コーヒー豆の焙煎を行う専門職を指します。専門職なのですが、国家資格や資格試験はありませんので、技術的な勉強や実技を習得すれば誰でもなれる職業でもあります。坂口憲二さんもバリスタ、ロースターの方に師事して知識や技術を学んでいます。2019年春には東京都内に初の店舗をオープンされています。2021年6月には2号店となるザライジングサンコーヒー大網を千葉県大網白里市に開店しています。こちらはテラス席も設けられており、店内でコーヒーや飲食も楽しむことが可能です。これ以外にもオンラインショップの運営も行っており、コーヒー関連グッズ以外にもサーフィン関連グッズやアパレル、小物類の販売も行われています。この仕事を選んだ理由としては、ご自身がコーヒー好きだったのはもちろんですが、次のような思いも発言されています。人生はババ抜きみたいなもので、局面というものが必ずどこかにあるんだと思います。その時に、どのカードを引くか、ということですよね。自分はすごくシンプルで、イケてるか、イケていないかだけ、自分にとってその選択をすることがかっこいいか、かっこ悪いか、それを基準にしています。そう考えた時に、やっぱり子供に現在進行形で頑張っている姿を見せたいって思ったんですよ。昔は俳優やってたんだよとか言うんじゃなくてね、自分も父親の頑張ってる姿を見て育ってきましたから、子供はそういう親の姿を見てくれていると思います。また芸能界を休業されていますが、起業して社長業を言っていることから SNS 等には顔出しで登場しています。ですので、現在の坂口憲二さんの姿を確認することは簡単にできるようになっています。お店の公式インスタグラムではオンラインショップで販売する商品の紹介もあり、アパレル商品に関してはご自身が着用してモデルとしても登場されています。俳優時代は数々の芸能人との交際報道がありましたが、実際に結婚されたのは一般の女性でした。もちろん、名前や顔は明かされていませんし、結婚後もそれは変わっていません。毎度のごとく、週刊誌の隠し撮り画像はいくつか出回っているようですが、顔はわかるような画像は存在しておりません。もちろん、
坂口健二さんのザライジングサンコーヒーに関するインスタやホームページに顔出ししている女性はスタッフであり、奥様ではないのは言うまでもありません。芸能界側やファンからは現在も復帰を願う声はあるようですが、実際に芸能界に復帰する可能性はあるのでしょうか。もちろん坂口健二さん自身はまだ芸能界に復帰するかどうかは一切言及していないので、真実は不明です。